はい、どうも皆さん、こんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと、アナザワユウスケです。です。さあ、今日はですね、新たな出会いですよ。新たな出会い。ね。実はね、まあ、この YouTube チャンネルのスタッフさんから、ね、アナちゃん、新たにこれにチャレンジしてみたらって言われて勧められたものがある、まあそれは楽器といえば楽器なんだけど、いや楽器かまあ簡単電子楽器って言われてるもので、今いろんな YouTuber さんがこれにチャレンジしているようなんだけど、私アナちゃんは知らなかったんだけどね。じゃーん、オタマトーンっていうの。これはその、まあ、オタマトーンにもいろいろあるらしいんだけど、明和電機のオタマトーンカービィっていうものを、用意してもらいました。まだ私、アナちゃん、対面しておりません。開けてみたいと思います。じゃん、初対面。もしかしたら今後このチャンネルのね、主力を担うグッズになるかもしれないわけですよ。え、ちょっと待って、これ。あ、これを開けて、おお、あ、これストラップがついてんだね。なるほど。わかります？おお、びっくり。もうすでに音が鳴るっていう。あ、なるほど。ここ、おう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 。ね。これが、ここの持ち手が、これはこう向きなんだよね。これ、お玉みたいな形してるから多分お玉トーンって言うんでしょ？でもなんかお玉だと、これ持ち手がこう、なんかこれでいいのかな。なんか若干なんかここのクニョンが、あ、でもこれで合ってる、これで合ってるのか、こうや、まあまあまあお玉じゃないからねこれ実際のね。ここおおおおおお、もうこれ触るとすぐちょっとしたタッチでも音が鳴っちゃうのね、これね。なんかこの口のところをこううにゃうにゃするっていう、ああ、なるほど、あ、こういうことですね。ちょっとこうビブラートもかけられるし、まあこれ口を開けるとやっぱ音量も上がるってことかなね。まあこれ、おう、おう、まあバイオリン的といえばバイオリン的だよね。だけどこの触った瞬間に音が鳴っちゃうっていうのがちょっとバイオリンとは感覚が違うけど、あ早速チャルメラぐらいは、でもこれ結構、おお、結構音域ありますね、これね。おお、なるほど。このあれだな、ポジション移動、ポジション移動とかそのなんかもう早速初めて触ったのにそんなところまでもうすでにこう心配っていうか考えてるっていうのがあれだけど、これほら私見えないからポジション移動の感覚だけなんかでこう掴んだ方がいいな。ここになんかマスキングテープとかなんかどこかにこう貼って、親指で、なんでこんなに真剣に考えてるんでしょうねこの段階ですね。なるほど。ああ、グリスサンドも結構ね効くんですね。なんかね、でこれ、そう、多分
アンプとかにもつなげられるんだと思うんですよ。そう。だから結構ね、音量とかも出せそうだし。あ、ちなみにね、これスタッフさんのなんですけど、こういうなんかちっちゃいのもあるみたい。あ、やっぱり、いきなりはちょっと無理ですね。今、この後ろにかかってるこれ、アナちゃんの乾杯はギネスでという曲なんですけど、それを演奏しようかと思ったけど、それはさすがにちょっと無理かな。できない。そりゃこんな細かいのはまだまだできませんよね。はい、でもちょっとね、これ購入したからにはオタバトーンちょっと練習して何かしらね、ご披露したいと思います。ということで、チャンネル登録よろしく。アナちゃんでした。